令和6年度、集団指導、居宅療養管理指導、司会士。この資料は居宅療養管理指導の司会士の部分における基本事項について説明した動画です。必ず本文の居宅療養管理指導の資料についてもご確認いただきますようお願いいたします。スライドの番号は左下の数字でお示ししています。ご確認ください。また、 各事業所の指定権者は事業所の所在地によって、福岡市、北九州市、久留米市、福岡県に分かれています。福岡市、北九州市、久留米市以外に所在している県域内の事業所については、福岡県が指定権者となります。各指定都市、中核市等が定めた条例等に従って各保険者が指定の事務や指導監督等を行っています。 介護報酬の解釈や加算の届け出等について問い合わせは、担当する各指定権者の担当部署にお尋ねいただきますようお願いします。また、福岡県以外に所在する事業所等からの問い合わせについてはお受けできません。どうぞよろしくお願いいたします。許託療養管理指導の基本型張りを示しております。許託療養管理指導とは、要介護状態となった場合においても、 その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生師または管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況を置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、 療養生活の質の向上を図るものでなければならないと定められています。通院困難な利用者についてです。居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して定期的に訪問して指導等を行って評価することが要件です。継続的な指導等の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはいけません。例えば、ドッポで家族、 介助者等の助けを借りずに通院ができるものなどは、通院は容易であると考えられるため、許宅療養管理指導費は算定できません。みなし指定についてです。保健医療機関、保健薬局であれば、介護保険の許宅療養管理指導を行う指定事業所として指定があったものとみなされますので、指定を受けている医療機関であれば、新たに介護サービス事業所としての指定を受ける必要はありません。 事業者番号は7桁の医療機関投稿度番号の前に403を付け合わせて10桁の番号が介護保険の指定事業所番号となります。平成26年7月からは、生活保護法の改正により新たに介護保険法の指定または開設許可があった介護機関については、当該介護機関から別段の申し出がない限り、生活保護法の指定があったとみなされることになっております。指定手続きはありませんが、 生活保護の利用者は、ケアプランに記載されていないと生活保護の介護券が発行されません。そのため、ケアプランに記載されていることを確認することが必要ですし、ケアプランに記載されない許宅療養管理指導を利用する場合は、事前に福祉事務所に利用者等が許宅療養管理指導の申請をしておく必要があります。歯科医師による許宅療養管理指導の内容を載せています。 算定についての要件は在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、歯科医師が当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理指導に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の算定等に必要な情報提供並びに利用者またはその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点。 介護型法等についての指導及び助言を行った場合に単一建物居住者の人数に従い、1月に2回を限度として所定単位を算定します。歯科医師は、訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、ケアマネジャーにケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこと、そして利用者等に対して介護サービスの利用上の注意点や介護型法等について、 指導助言を行うこととされています。また、他の介護サービスを利用している場合は、必要に応じて、利用者または家族の同意を得た上で当該介護サービス事業者へも情報提供及び助言を行います。重要ポイントです。歯科医師が居宅療養管理指導の算定を行うにあたり、ケアマネジャーへの情報提供は必須です。情報提供していなければ、 算定できません。また、情報提供は、算定のたびに毎回必要です。一月に複数回算定する場合は、毎回情報提供が必要であり、一ヶ月分まとめて情報提供することはできません。情報提供を行うケアマネジャーがいる事業所を記載しています。情報提供先のケアマネジャーとは、利用者のケアプランを作成しているケアマネジャーになります。 いわゆる自宅で介護保険のサービスを利用している方のケアマネジャーは、要介護1から5であれば、一番上に書いている、居宅介護支援事業所のケアマネジャーになります。要支援1か2であれば、介護予防支援事業所が作成します。多くは地域包括支援センターの職員となります。介護予防支援事業所からの委託を受けて、一般の居宅介護支援事業所が受け持っていることもあります。 次の、特定施設入居者生活介護とは、いわゆる介護付き有料老人ホームのことですが、特定施設にもケアマネジャーがいますし、それより下に書いてあります、地域密着型サービス事業所である、小規模多機能型居宅介護事業所や、グループホームと呼ばれている、認知症対応型共同生活介護事業所などにもケアマネジャーがいます。 それぞれの該当する事業所のケアマネジャー宛てに情報提供を行ってください。情報提供及び指導または助言の片方になります。まず、ケアマネジャーに対する情報提供の片方です。1、サービス担当者会議へ参加し、その場で情報提供を行うことが基本となります。この場合は、必ず下文書を交付する必要はないとされています。 行った情報提供については記録が必要です。カルテ、診療録等に記載する場合は、他の記載と区分してください。2. サービス担当者会議に参加ができないとき、また、サービス担当者会議が開催されない場合は、原則スライド中の別紙様式2の様式等で情報提供を行ってください。メールやファックスでもカトされています。なお、 別紙様式2の様式等で情報提供を行った場合は、その写しを診療録に添付するなどを保存してください。ケアマネジャーに情報提供すべき事項について、1から5まで記載しています。これらの内容は漏れなく記載してください。また、他の介護サービス事業所に気をつけていただきたい事項についても情報提供してください。別紙様式2です。別紙様式2は、 厚生労働省の6年度介護報酬改定のホームページよりダウンロードできます。情報提供に伴う利用者の同意です。サービス開始までに利用者に説明を行い、事前に同意を得てください。個人情報利用同意書という形で行うことが、介護サービス事業所では一般的となっています。この時、サービスの必要性や利用者の負担についてもきちんと説明を行い、 同意を得てください。同意を取っておらず、後日トラブルになる事案を耳にします。多い例としては、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホームの施設長に口頭で同意をとり、居宅療養管理指導を算定したため、利用者やその家族とトラブルになっています。居宅のサービスですので、必ず、利用者本人やその家族の同意を得てください。また、家族構成や、 家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ家族の同意も得ておく必要があります。利用者、家族などに対する指導または助言の片方です。利用者や家族に対して、指導、助言を行う場合は、指導、助言はできるだけ文書で行うようにしてください。口頭で指導、助言を行った場合は、要点の記録をお願いします。 記録は医療保険の診療録に記載して構いませんが、下線や枠で加工などして、他の記載と区別できるようにしてください。文書で指導、助言を行った場合は、その写しの保存をお願いします。ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合です。ケアマネジャーへの情報提供は必須ですが、許宅療養管理指導以外のサービスを利用してない利用者や、 利用者自らがケアプランを作成している場合など、ケアマネジャーによるケアプランが作成されていない場合は、情報提供をしていなくとも算定することができます。ただし、必要に応じて、利用者の同意を得た上で、介護サービス事業所への情報提供を行うこととなります。また、許宅療養管理指導は医師や歯科医師の適切な判断に基づき実施されるものであり、 区分子給限度額の管理外となっております。区分子給限度額を超えていても算定することが可能です。歯科医師の算定回数です。歯科医師の算定回数は、一人の利用者に対して、月2回まで算定することができます。たとえ、月4回訪問診療を行っていても、その中から居宅療養管理指導を算定できるのは2回までとなります。 一人の利用者に複数の歯科医師が、それぞれに算定することはできず、二人の歯科医師が指導を行っている場合でも、どちらか一方の主治の歯科医師が算定することとなります。主治の歯科医師が、やむを得ない事情により訪問できない場合は、同一医療機関の歯科医師が代理で訪問して指導を行った場合は算定することができると Q&A で示されています。算定日についてです。算定日は、 訪問診療または往診を行った日になります。請求明細書の適用欄には、訪問診療もしくは往診の日または当該サービス担当者会議に参加した日、参加が困難で文書を交付した日を記入してください。利用料についてです。介護報酬は、9割が介護報酬から支払われ、1割を利用者に負担していただく仕組みですが、 平成27年8月から介護保険法の改正により一定の所得以上の方は2割負担になり平成30年8月から3割負担が導入されました利用者ごとの負担割合については介護保険負担割合相当をご確認し適切に請求してくださいまた利用料を受領した際は明細に介護保険分であることを明記の上領収証を発行してください この領収証は、利用者ごとに発行していただく必要があります。例えば、有料老人ホームやグループホーム宛てに、まとめて領収証を発行するのは不適切です。交通費の実費を利用者から徴収することは可能ですが、あらかじめ利用者またはその家族に対してその学等に関して説明を行い、同意が必要です。重要ポイントを記載しています。 利用者の自己負担を徴収せず、介護保険の保険請求のみを行うことは、重大な基準違反となります。この考え方は、医療保険でも同じであると伺っております。医療保険においても、診療報酬の患者負担分を受け取らない、サービスするということは、保険医の指定取り消しにもつながる、重大な違反であるとお聞きしております。介護保険においても、 利用者の自己負担を徴収しないことは、指定取り消しになり得る、重大な基準違反となります。サービス開始時についてです。介護保険の場合は、サービス開始に際しては、利用者または家族に対し、運営規定の概要、従業員の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の重要事項について文書による説明を行い、同意を得る必要があります。 契約書、重要事項説明書、個人情報利用同意書を用いて文書により同意を得るのが一般的になっています。医療機関のみんな様方には馴染みがないことだと思いますが、介護保険サービスは、これらの説明と同意がなされた後でないと開始できません。これらの手続きを行った上で介護保険のサービスを開始してください。重要事項の運営規定の概要については、 事業の目的と運営方針、従業者の職種、因数及び職務の内容、営業日及び営業時間、居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、虐待防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項を記載します。虐待防止のための措置に関する事項については、 令和6年度の介護報酬の改定において経過措置が令和9年3月31日まで延長されました。令和6年度介護報酬改定において、令和9年3月31日まで経過措置を取られた運営基準の事項についてまとめています。ページ番号は許託療養管理指導の別冊本文のページ数を示していますので、確認をお願いします。 先ほどのスライドにおいて経過措置が延長された業務継続計画の策定等について説明します。まず、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する許宅療養管理指導の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期に業務再開を図るための計画である、業務継続計画を策定することが定められています。業務継続計画は、 感染症にかかる業務継続計画と災害にかかる業務継続計画の2つです。また、業務継続計画の具体的内容を従業員に周知し、必要な研修及び訓練の実施が必要です。研修の内容は、感染症及び災害にかかる業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平時の対応の必要性や、 緊急時の対応に係る理解の励行を行うものとされています。また、研修の内容についても記録してください。訓練においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的に実施するものとされています。訓練の実施は、 企業を含めその実施方法は問われませんが、企業及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切であるとされています。また、業務継続計画は定期的に見直す必要があります。業務継続計画の策定に記載する項目等の内容については、ガイドラインが示されていますので参照されてください。また、想定される災害等は、地域によって異なるため、 項目については、実態に応じて設定してください。厚生労働省のホームページに、介護施設、事業所における業務継続計画の作成支援に関する研修の動画がありますので、参考としてください。令和6年度介護報酬改定に身体拘束等の適正化の推進が運営基準に新設され、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束を行ってはならないことが明記されました。また、身体拘束等を行う場合には、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する必要があります。緊急やむを得ない場合とは、切迫性、肥大体制、一時性のすべての要件を満たす場合のことを示します。 身体拘束等を行う場合の緊急や萌えない理由を記録する場合、切迫性、非害体性、一時性の3つの要件を満たしていることがわかる理由を記載する必要があります。身体拘束とは、高齢者本人の行動の自由を制限することを言います。身体拘束ゼロへの手引きに挙げられている身体拘束の例以外にも該当する行為があることに注意が必要です。記録の整備についてです。 従業者や設備、備品、会計に関する書記録を整備しなければなりません。また、利用者からの苦情や事故発生時の対応などの記録も必要ですので、これらの記録も整備の上、各行政機関の条例等で定めた機関を保存してください。事業所の所在地によって、福岡県、北九州市、福岡市、久留米市に分かれます。北九州市、福岡市、 クルメ市以外の所在地である場合は、福岡県が所管することになります。記録の保存期間については、スライドの表を参照してください。また、居託療養管理指導の提供に関する記録には、診療録、医師または歯科医師の指示に基づく薬剤管理指導計画及び診療記録が含まれています。電磁的記録等についてです。 利用者の利便性向上や事業者の業務負担軽減の観点から、電磁的記録等による取り扱いが明文化されています。被保険者証を除く省令で規定する書面の作成、保存等を電磁的記録により行うことができます。また、書面で行うことが規定されているまたは想定される交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものについて、 事前に利用者等の承諾を得た上で、電磁的方法により取り扱うことが可能です。電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のようにともされるものを言い、具体的には、パソコンのハードディスク、CD、DVD、USB メモリなどに記録。 保存された電子データのことです。電磁的記録の取り扱いについては、個人情報保護委員会、厚生労働省医療、介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス及び厚生労働省医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を遵守してください。運営規定の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務体制、 その他の利用申込者のサービスに資すると認められる重要事項を掲示しなければなりません。重要事項を記載した書面等を備え付け関係者に自由に閲覧させることにより掲示に変えることもできます。令和6年度の介護報酬改定において、運営基準の掲示については、重要事項をウェブサイトに掲載することが新たに追加されました。また、苦情に対する措置の概要についても、 刑事だけでなくウェブサイトににも掲載することになりましたウェブサイトは、法人のホームページ等または介護サービス情報公表システムのことを言います。ウェブサイトへの掲載については、居託療養管理指導事業所が自ら管理するホームページ等を有さず、ウェブサイトへの掲載が過重な負担となる場合は、これを行わないことができるとされています。 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導について説明します。在宅の利用者であって通院または通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する事業所の歯科衛生士、または看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、 1>, 1月に4回を限度として、所定単位を算定します。算定のための3つの基準としまして、1居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断したものに対して、歯科衛生士等が当該利用者を訪問し、歯科医師歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの航空衛生状態及び接触、演劇能に配慮した管理指導計画を作成していること。 二、利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の航空打ちの清掃、遊湯鍵師の清掃または接触、演劇能に関する実地指導を行っているとともに、利用者またはその家族等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導または助言を行い、定期的に記録していること。三、利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、 必要に応じて当該計画を見直していることになります。歯科衛生指導の居宅療養管理指導には、ケアマネジャーへの情報提供は義務付けられていませんが、ケアマネジャーに情報提供するべきことが発生した場合は、歯科医師に報告を行い、報告を受けた歯科医師がケアマネジャーに情報提供を行ってください。歯科衛生指導が行う居宅療養管理指導の内容になります。一は、 訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、その医療機関に勤務する歯科衛生師等が、居宅を訪問して行うこととされています。常勤、非常勤は問いません。他の歯科医院などに所属する歯科衛生師等が行うことはできません。過去に、異なる医療機関の歯科衛生師が行っていた事例がありましたのでご注意ください。 歯科衛生士等による居宅療養管理指導は管理指導計画を作成し、利用者またはその家族に交付する必要があります。必ず事前に交付してください。管理指導計画に基づく1対1の実地指導を20分以上行う必要があります。20分以上行っていない場合は算定できません。単なる日常的な航空清掃であるなど、 療養上必要な指導に該当しないと判断される場合も算定できません。請求明細書の適用欄には、指示を行った歯科医師が訪問診療を行った日歯科衛生士等の訪問日を記入してください。2. 指示を行った歯科医師の訪問診療の日から、3月以内に行った場合に算定できます。また、3.20分以上の居宅療養管理指導を行った時間とは、 実際に指導を行った時間のみを指し、準備や利用者宅の移動に要した時間等は含みません。勤務している医療機関の歯科医師から直接の指示、管理指導計画に係る助言等を受けて居宅に訪問して実施した場合に算定します。終了後は指示や助言を行った歯科医師に対し内容を報告することとされています。利用者ごとに記録を整理することが求められています。 利用者ごとの記録を作成してください。また、指示等を行った司会師への報告内容はスライド34の内容になりますので、ご確認ください。司会衛生士が実施するプロセスが記載されています。まず、あ、航空機能スクリーニングを行い、い、航空機能アセスメントを行います。う、航空アセスメントを踏まえ、司会士、司会衛生士、 その他の職種が共同して、利用者ごとに航空衛星に関する事項、接触、演劇能に関する事項、解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載し、利用者の疾病の状況及び常用上必要な実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、作成した管理指導計画については、 居託療養管理指導の対象となる利用者またはその家族に説明し、同意を得てください。え、管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実施するとともに、管理指導計画に実施上の問題があれば直ちに当該計画を修正すること。お、利用者の航空機能に応じて、定期的に、生活機能の状況を検討し、 航空機能のモニタリングを行い、司会士に報告を行うこと。なお、航空機能のモニタリングは、航空衛星の評価、反復大気演技テスト等から把握を行うこと。か、おおむね3ヶ月をめどとして、航空機能のリスクについて、航空機能スクリーニングを実施し、司会士に報告し、必要に応じて計画の見直しを行うこと。なお、 管理指導計画の見直しにあたっては、司会士その他の職種と共同して行うこと。期、利用者ごとの管理指導計画に従いしか衛生指導が利用者の状態を定期的に記録する場合は、この記録とは別に許宅療養管理指導の記録を作成する必要はないとされています。利用者の航空機能の状態によっては、医療における対応が必要である場合も想定されることから、その疑いがある場合は、 利用者または家族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科医師を通じたケアマネジャーへの情報提供等の適切な措置を講じてください。社会生活面の課題にも目を向けた地域社会におけるさまざまな支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った歯科医師に提供するよう努めてください。歯科衛生士等が行う許宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に関する事項についてです。 歯科医師は、訪問診療の結果等に基づき差し示した内容の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存します。また管理指導計画に基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士等に対して指示等を行い、指示等の指示の内容の要点を記載します。さらに、管理指導計画の見直しにあたっては、 歯科衛生士等の報告を受け歯科医師の訪問診療の結果等に基づき、指示した内容の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存します。医療保険の診療録に記載する際は、下線または枠で加工等により、他の記載と区別してください。重要ポイントを載せています。 利用者ごとに管理指導計画航空機能スクリーニング航空機能アセスメントモニタリングを行うことが必要です。そして、一番下に書いておりますが、実地指導の開始時間と終了時間を利用者ごとに記載してください。20分以上実施したことの確認が必要ですので、時間の記載は必ずお願いします。許宅療養管理指導における医師、または、歯科医師の指示については、 当該居宅療養管理指導に係る指示を行う医師、または、歯科医師と同じ居宅療養管理指導事業所に勤務する者に指示する場合や、緊急等やむを得ない場合を除き、診療状況を示す文書、処方箋等、メール、ファックス等でもか、以下文書等という、に、要訪問、訪問指導を行うこと等、指示を行った旨がわかる内容、及び、指示期間、 6月以内に限る、を記載すること。ただし、指示期間については、1ヶ月以内、薬剤師への指示の場合は処方日数、当該処方のうち最も長いもの、または1ヶ月のうち長い方の期間以内、の指示を行う場合は、記載不要であり、緊急とやむを得ない場合は、後日指示期間を文書等により示すこととされています。なお、 医師または歯科医師の指示がない場合は算定できないことに留意が必要です。歯科医師が行う居託療養管理指導の介護報酬と歯科衛生士が行う居託療養管理指導の介護報酬についてです。歯科医師が行う場合と歯科衛生士等が行う場合の居託療養管理指導費の単価は表の通りです。算定方法は、1、単一建物居住者1人に対して行う場合、2、 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合、3、単一建物居住者10人以上に対して行う場合の3つの人数区分で算定します。医療保険の訪問歯科診療料と介護保険の居宅療養管理指導の人数区分の違いについてです。歯科訪問診療料は同一建物居住者の人数区分で、居宅療養管理指導は単一建物居住者、単一建物診療患者、 の人数区分で算定しますいずれも3つの人数区分があり、1人の場合、2人から9人の場合、10人以上の場合で算定点数、単位数が異なります。それぞれの人数区分は、同一建物居住者の場合は1日に何人を見るか、単一建物居住者は1月に何人に指導を行うかで決まります。単一建物居住者の人数についてです。 居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住するもののうち、同一月の利用者数を単一建物居住者の人数を言います。単一建物居住者の人数は、同一月における利用者の人数となります。つまり、同じ建物内で一月に何人に指導を行うのかで、1、単一建物居住者1人に対して行う場合、2、 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合、3、単一建物居住者10人以上に対して行う場合で区分して算定します。建築物の詳細については、a、養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅と、2、e、介護予防、小規模多機能型居宅介護、 宿泊サービスに限る、介護予防、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、宿泊サービスに限る、となっています。なお、3ユニット以下の認知症対応型共同生活介護はそれぞれのユニットにおいて算定する人数を単一建物居住者の人数とみなすことができます。単一建物居住者の人数の区分についてご説明します。例として、 有料老人ホームの入居者で居宅療養管理指導の利用者が5人いる場合は、同じ建物で5人利用していることなので、単一建物居住者2人以上9人以下の区分で算定します。ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活事業所の場合について、例で示しています。ユニット数が3以下の場合は同じ建物であっても、一つのユニットを一つの建物とし、 それぞれ単一建物居住者として数えますので、今回の例で A ユニット利用者2人の場合は単一建物居住者2人以上9人の以下の場合の区分で算定します。B ユニットは利用者1人ですので、単一建物居住者1人の場合の区分で算定します。一つの建築物に複数の利用者がいる場合において、単一建物居住者1人の場合を算定する特例が3つあります。1 居宅に対象となる同居する同一世帯の利用者、夫婦や兄弟等、が二人以上いる場合、つまりは一個建てに利用者が二人以上いる場合。二、当該建築物において当該事業所の利用者が、当該建築物の全体の個数の10%以下の場合。三、当該建築物の個数が20個未満であって、当該事業所の利用者が二人以下の場合になります。 スライド50から52まで単一建物居住者1人の場合を算定する特例について、それぞれ例を出し、簡単に図式化しています。ご確認ください。月の途中で単一建物居住者の人数の変更など、 質問が多い事項について説明します。利用者が死亡する等の事情により、月の途中で減少する場合についてです。当月に実施する当初の予定の人数に応じた区分で算定してください。簡単に図式化して示しております。ご確認ください。利用者が転居してきた等の事情により、月途中で人数が増加する場合についてです。1 当月に実施する予定の利用者については当初の予定人数に応じた区分。2、当月に転居してきた等の利用者等については当該転居してきた利用者を含めた、転居時点における全利用者数に応じた区分になります。こちらもスライド56に図式化しております。単一建物居住者の人数の変更については、診療録等に必ず記載してください。 同一の建築物において、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所と集合住宅が併存する場合の居宅療養管理指導の算定についてです。認知症対応型共同生活介護事業所とそれ以外で区別し、居宅療養管理指導費を算定する。一等外建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、 居宅療養管理指導を算定する人数を、単一建物居住者の人数をみなします。ただし、一つのユニットで一つの同一世帯の利用者のみに居宅療養管理指導を実施する場合には、利用者ごとに単一建物居住者が一人の場合の区分で算定します。例を示しています。一階がグループホームで A ユニット二人の場合は二人以上9人以下の区分で算定、一方 B ユニットは一人になるので、 一人の場合で算定します。二、当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所以外の算定についてです。算定方法は、認知症対応型共同生活介護事業所で居宅療養管理指導を実施する人数を含め、当該建築物で居宅療養管理指導を実施する人数を単一建物居住者の人数とします。ただし、 当該建築物で1つの同一世帯の利用者のみに、居宅療養管理指導を実施する場合は、利用者ごとに単一建物居住者が1人の場合の区分で算定する。また、当該建築物で居宅療養管理指導を行う利用者数が、当該建築物の個数の10%以下の場合、または当該建築物の個数が20個未満であって、居宅療養管理指導を行う利用者が2人以下の場合については、 利用者ごとに単一建物居住者1人に対して行う場合の区分で算定します。簡単に図式化しています。ここの例としてはマンションの利用者が7人の場合の区分について、グループホームの利用者3人を含めた人数になるので、7プラス3で単一建物居住者10人以上の区分で算定することになります。同一の集合住宅に、 複数の同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯がある場合と同一の集合住宅に、同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯とそれ以外の利用者がいる場合の算定についてです。それぞれ居宅療養管理指導を実施する予定の合計数に応じた区分で算定します。スライド63、64に簡単に図式化して示しています。 1>, 1階、2階のマンションに同居の利用者が2名ずつ、この場合は1階の利用者2名と2階の利用者2名を合計で4人になるので、区分は単一建物居住者2人以上9人以下の区分で算定になります。1階のマンションの同居の利用者が2名、2階、3階のマンション一人の世帯が8名、この数を合計した数の区分で考えるので、2名プラス8名で総計が10名、よって、 この場合は単一建物居住者10人以上の場合の区分で算定します。地域加算等についてです。地域加算は、離島野中山間地域等の養子園、養介護者に対する居宅療養管理指導の提供する場合の加算になります。地域加算等の区分は表の通りです。加算を算定するためには、通常の事業の実施地域を運営規定に定めることが求められています。このため、 運営規定の概要を記載する重要事項説明書にも通常の事業の実施地域を記載してください。なお、別に厚生労働大臣が定める地域については令和6年度集団指導資料、指定、介護予防、居宅療養管理指導事業所の55ページから58ページでご確認ください。スライド十五の表の上から二つ目の別に厚生労働大臣が定める地域中地域に所在し、 かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準米印に適合する事業所が居宅療養管理指導を行った場合の加算の要件の施設基準を表に示しています。スライド66の表の一月当たりのべ訪問回数の基準については、前年度4月から2月までの一月当たりの平均のべ訪問回数を用意します。前年度の実績が6月に満たない事業所については、 直近3月における1月あたりの平均を用いますので、新たに算定をし始めた事業所については4月目以降からの算定となります。平均のべ訪問回数については、毎月ごとに記録し、所定の回数を上回った場合については届け出をしてください。また、この加算の算定においては利用者に事前に説明を行い、同意を得る必要があります。地域加算などの届出について、 事業所が県域でしたら福岡県庁の介護保険課の指定係が担当していますので、そちらまでにお問い合わせください。通常の事業の実施地域を変更する場合は、届け出る必要があることが明記されていますので、必ず所管の届出部署に変更届を提出してください。 特別地域及び中山間地域に居住している利用者に対して通常の事業の実施地域を超えて居宅療養管理指導を行った場合の注意点です。運営規定に通常の事業の実施地域として特別地域及び中山間地域を定めている場合は表記の加算は算定できないので要注意です。加算を算定する場合は運営規定に定めている通常の事業の実施地域を確認しましょう。 医療保険と介護保険の給付調整についてです。令和6年度集団指導資料、指定、介護予防、居宅療養管理指導事業所、59ページから85ページに医療保険と介護保険の給付調整について、厚生労働省保険局等から発出された通知を掲載しております。ご一読いただきますようお願いします。これは介護保険からではなく、 医療保険からの通知になりますのでその点をご注意ください。ご不明な点は、医療保険の担当部局へお問い合わせいただきますようお願いいたします。令和6年度集団指導資料、指定、介護予防、居宅療養管理指導事業所、59ページから85ページに医療保険と介護保険の給付調整の表があります。この表にある医療保険の報酬項目が、介護保険の算定がある場合に、 請求が可能かどうか丸かツで示している表になっています。初めて介護報酬を算定するときは、福岡県国民健康保険団体連合会に連絡し、介護給付費請求の手引きをもらってください。この手引きについては、国保連合会のホームページからもダウンロードできますのでご活用ください。もう一つ、国保連合会宛てに介護報酬の振込講座の届けも必要です。 こちらについては、ホームページにはありませんので、国保連合を買い当てにお問い合わせください。スライドで説明した内容は、令和6年度集団指導資料、指定、介護予防、居宅療養管理指導事業所の中から抜粋して説明しました。こちらの資料も一度目をお通しいただきますようお願いします。本日あまり触れなかった項目もありますので必ずご一読ください。最後に、 集団指導資料各サービス共通の最初のページに、関係する行政機関の問い合わせ先を載せています。北九州市、福岡市、久留米市の事業所につきましては、それぞれの市の担当課への問い合わせをお願いします。以上で、説明は終了いたします。介護保険制度は、住民の皆様が納める毎月の保険料で成り立っている制度でございます。今後とも、 介護保険制度の適切な運営のためにご協力いただきますようお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。